皆さんこんにちは。今日もセクシーに瀬戸セイラです。はい、というわけで本日なんですけれども、足痩せについてやっていきたいと思います。私ね、足痩せについて何回かコンテンツで取り扱ったことあるんですけれども、私の体のお話をさせていただきますと、下半身デブタイプなんですよ。で、体重的に言うと決して太っているという数字ではないのかなとは思うんですけれども、もうね、本当にずっとコンプレックスでした。もう下半身が太くて、何回かご紹介させていただいている通り、もともと体重が70キロぐらい太っちゃったような時期もあって、その後なんとか頑張って痩せても、下半身だけはね、どうしてもね、太いままだったの。だから今でも正直ね、決して下半身は細くないの。数字の割に肉付きがついているという印象をかなり得るかなと思います。でもそんな私なんですけれども、もうすごい時間がかかってはいますが、徐々に徐々に改善されてっているんですよ。で、今でも何度も言う通り、下半身はすごくぽっちゃりしているので、全然まだまだ細くはないんですけれども、昔のちょっと写真を一度ご覧ください。この写真ですよ。ちょっと分かりやすい写真がなかったんですけど、顔の大きさと下半身の太さみたいなのがちょっと比例してない感じがしません？太ももは隙間のすの字も空いていないし、ズボンはいつでも L サイズ、上半身は S か M サイズっていうアンバランスなサイズ感。そもそもコンプレックスに思ってスカートとかダボっとしたパンツを履くことがすごく多かったんですけど、そもそもね、丈の長さに反して太ももが入らないとか、なんかこう太もものせいで入らないみたいな。太ももが太い人はすごいわかると思うんですけど、入らないんですよ。途中で引っかかっちゃって上がんないんですよね。っていうのもあって履けなかったの。でもね、最近本当にようやく足に隙間ができてきました。何回か下半身の動画は出してるので、結構あれやこれやとチャレンジしてるんですけど、一回ちょっとこれ立ちますね。いまだに下半身の改良については結構いろいろやってます。今、ちょっと立ちますね。ここの股下から隙間が完全に、今すっごい頑張ってもね、くっつかないですね。やっと持ってけたって感じです。てか何度も言う通り、まだまだ下半身デブなんですね。最近になってようやく前よりは細くなってきたなっていう風に思います。というわけで本日は私がやったことというのをご紹介していきたいと思います。本当に下半身痩せないからね、もう私もすっごい悩んでるし、もう未だにずっといろんなことを挑戦し続けています。まず1つ目、これは本当に分かりやすい。まず初歩的、そもそも体重を落とす。そもそも論、体重をすごい落とせば細くなるのではないかっていう純粋なことを思ったの。確かに体重が減ると太ってた時と比べて細くはなる。でもやっぱり細くなったところで全然さ、上半身と下半身の体のアンバランスさがすごい取れなかったんですよね。でも確かに以前よりは細くなったっていうのはやっぱりありましたね。そして2つ目、これはね、結構勇気がいるかもしれないんですが、もうね、コンプレックスがある箇所って隠したくなっちゃうわけ。下半身がコンプレックスだった私は、ずっとずっと下半身があまり目立たないようなロングスカートとかそういった服装を選ぶ傾向にありました。逆にね、だからそういう隠せるアイテムを身につけちゃうから、ちょっといいかな、隠せるしっていう、なんか自分にも甘えが出ちゃって、全然ね、体重を落とすところまではまだ行ったんだけど、なかなかその下半身太りはどうせ遺伝だしみたいな感じで前に進まなくなっちゃったのよ。だからそれを打破するために、あえて逆に足を出すようなファッション、短パンだったりとか履くようにしたり、ミニスカートとか履くようにしたりしてました。で、このミニスカートを履いていた時のお写真をご覧ください。ドン、むっ
チムチでしょ。まあある種ね、こういうさ、ムチムチの足でさ、短い丈のスカートとかパンツを履くとさ、エロスっていう価値観を覚える人はすごくいると思うんですけれども、まあ足冷やすの良くないっていう人ももちろんいるんですけれども、まあ私の場合は逆に足を出してしまって、そういうことにより自分の下半身が太いっていう、太かった自分を忘れないように、なんかやっぱりさ、嫌なことって忘れようとするじゃん、人間なもの。私も下半身に長い間目を向けないようにしていたので、逆にこう足の露出の高い服装、ミニスカなどを履くようになりました。そして3つ目、ハイヒールをずっとじゃないんだけどちょこちょこ履くようにした。ヒールってさ、履くのに結構筋力がいるのよ。それでなんか足にそもそも筋力が私全然なくて、足に筋力をつければ引き締まるんじゃないかと思って、まあ、逆にね、履きすぎちゃうとパンパンになってむくんじゃうんだけど、筋肉をつけたくって、でも運動は嫌いだしっていうので、ファッションの中でハイヒールをたまに取り入れる。それまではね、もうつうか足のおしゃれができなかった、スカート以外で。ハイヒールなんて、そんな私がそんなハイヒールさんに申し訳ないと思ってたから。4つ目、メディキュット、着圧ソックスですね。着圧ソックスをずっと履くようにしている、寝るとき。着圧ソックスは本当にこうむくみが取れるから結構気持ちがいいですよね。でもね、私本当にめちゃくちゃむくんでた時は、もう着圧ソックスの圧力がそもそもめちゃくちゃ痛くて、皮膚にこうなんか圧がかかりすぎて炎症を起こしてしまったりということもあったので、徐々にむくみが取れてくるとそんなことはなくなってくるんだけど、もうマックスひどかった時は着圧ソックス長時間もつけられなかったです。なので、まあ、つけられる範囲内の時間でというのをやりました。5つ目、やっぱり下半身の体操。なんかさ、前もさ、足パカでさ痩せるのかみたいな動画を出してるんですけど、いまだにね、足パカとかはやってます。で、足が硬いと、筋肉が硬いとそもそも太りやすいとか、筋力がやっぱりないんじゃないかみたいなとこ思ってるので、これ毎日の習慣づけるぐらい私はモチベーションが続かなかったんだけど、でも思い出したらなんとなくこうパッカンパッカン、足パカね、カンパッカンっていうのを、まあ、やったりはしています。6つ目なんだけど、足をねこうやって上に暇な時上げてる。足ってさ、やっぱさ重力的に下にさかかるからさ、それでむくみやすいとかも言うじゃん。だからなんか足を上に上げると下の方に重力で行ってしまった水分とか血液が戻ってくれるんじゃないかなと思って、こうやってよく上げてます。私これでなんかプルプル、もう超プルプルでしょ、したりっていうこともパッカン運動じゃなくて、そもそも上に上げるということを結構よくしています。7つ目、結構いろいろやってるよ。私これも別の動画で紹介してます。じゃん、足枕。これね、結構私はねおすすめです。寝るときに足にこう枕をしてるから足がちょっと上がるの。上げすぎちゃうとやっぱ良くないんだけど、ちょっとこうやって上がることによってむくみがすごく取れやすくなる。私むくみ太りなんじゃないかっていうところもあったので、むくみ解消のものを結構強化で取り入れようと思ったんですよね。ここちょうどベッドなので、こういう感じで、別の動画で詳しくご紹介してるのでぜひそっちで見てほしいんですけど、なんかこういう本当に足ちょっと上げるだけで足の疲れがすごく取りやすくなりました。8つ目、足マッサージ。よく言うでしょ、足マッサージ。ボディクリームとかを結構取りやすい場所に置いていて、夜寝る前にかなり細くなったよ私。いや、まだ下半身でもだよ全然。このね、ここのさ、ふくらはぎのさ、このね、骨が真ん中に通ってるじゃない。でこの骨のすぐ横、ここがとにかく老廃物が溜まりやすいの。ここをね、すごい強めにめちゃくちゃむくんでた時、こう指圧で上に向かってめちゃくちゃ押してたら老廃物溜まってるとめちゃくちゃ痛くなっちゃうの。もうね、4日ぐらい取れなかった私、痛みが最初。でもこの痛みがなくなってきた時に、ふくらはぎに関しては、あれ前より
くり細くなったかなってなりました本当に。でくるぶしの周りにもリンパがあるっていうのでくるぶしの周りもグリグリと指圧でマッサージしてあげて、それで上に向かってここのリンパを流す。でこのふくらはぎなんですけど、ここにもクリームをたっぷり塗って、ここもすごく強めに全体的に流してあげて、下から上で、さらにね、もう両手で親指でこういう感じで揉みほぐすように、ふくらはぎをめちゃくちゃマッサージするようになったら、結構ね足がねほっそりしてきました。何度も言うけどまだ下半身デブですよ。でそのまま太ももに移動して、膝から付け根の方に流してあげて、太ももの裏側からここの付け根のところがさ、今度はリンパだからすっごい押してあげる、ここも流してあげてっていうのを、もう本当にねコツ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 やって、ようやく太ももの間に隙間ができるようになりました。下半身太りってさ、結構さ多分ね骨盤が曲がってるとかそういうのもあると思うの。でもそういうさ、なんかさ骨盤矯正みたいなのにさ通うのにもめちゃくちゃお金がかかるし、自分の家でなんとかできるものはないかなと思ったのね。だから私もう運動が苦手だから、何回も始めてみたけど全く続かなくって、最終的に今言ったその日常の中でできることということに落ち着いて、そういったことをもうずーっとコツ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 重ねてった結果、もうようやく太ももに隙間ができるようになったので、皆様にお伝えさせていただきたいと思います。いやまだまだ全然下半身デブですよ本当に。昔はね、なんかすごい面白いから、足が太いことがコンプレックスだから、少しでもそれがバレないように足を広げて立ってみたりとか、結構そういうことが多かったの。ピタってなるとこのさパンパンの感じがわかるじゃん、この太もも周りの。で私さ、なんか何回か動画で紹介してるんですけど、仕事で今モデルもやってたりするんですね。冴えないよくいる女の子って感じでしょ。5年ぐらい前の写真です、ちなみに。すごいでしょ、そう考えると私5年でね結構変わったのよ本当に本当に。はい、というわけでね、ご紹介させていただきました。下半身でもね、私これからもいろいろ下半身は手を尽くして細くしてやるって思ってるわけ。今ね、今さちょっとようやくここに隙間ができ始めてきたから、あとここがさもうちょっと太ももが細くなったらいいなって思ってるよね。ここが引き締まればようやくこれで水着が私も着れるんじゃないかっていう風に思っているような感じなので、これからもいろいろ試行錯誤していきたいので、また何か変化があったり、これおすすめだよっていうのがあったらご紹介していきたいと思います。というわけで、これからもアラサーの気になる情報や美容情報をご紹介していきたいと思いますので、ぜひこの動画が参考になったぞという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。というわけでセットセイラでした。バイバーイ。